皆さんこんばんは。今日は深夜の博多駅に来ています。深夜といっても具体的には時刻が23時を回りまして、まもなく23時10分になろうとしております。今日は深夜ならではの終電のお話をしていきたいと思うんですが、2023年現状一番遅い列車はどこかご存知でしょうか。現在一番遅い列車は上野、関東の上野方面から出発をして高崎に到着をする高崎深夜1時14分着の列車が終電となっています。で、まあ、基本的に終電の延長っていうのは日本全国行われないわけなんですけれども、実はこの九州では時々終電をとんでもなく延長することがあります。まあ、実はですね、この九州からっていうのは特にこの博多、長崎や大分といった具合に様々な在来線特急が出ていて、もともとですね、九州の特急って結構深夜遅くまで走っているんですけれども、まあ、九州ならではではないんですが、本州の他の JR や北海道も含めてなかなかやらないことを時々やってくれます。まあ、それ専用に実はダイヤが引いてあるっていうのがなかなか面白いポイントにはなっているんですが、今回はそんなですね、特別に設定をされたこの夜23時台に約200キロを走るとんでもない在来線の列車を皆さんにご紹介してみたいと思います。では改めまして、今回もよろしくお願いします。ということで、博多駅の中に入ってきました。深夜でも本当に多くの方がいらっしゃいますよね。本当に福岡、特にこの博多は九州一の都会ということもありまして、めちゃめちゃ栄えております。そして今回ご紹介する列車、博多駅の列車の発車表を少しご覧ください。でここから先まだ11時台、いろいろこの赤いのが特急になっているんですが、いろんな、ね、特急が出るぐらいやっぱ在来線特急がいっぱいいて面白いのがこの九州になっているんですが、小倉行きの小玉782号、23時28分に出るんですけれども、これ距離にしてですね、だいたい70キロぐらいです。そしてこの左手側、佐賀方面の特急笠崎201号、これが終電の特急になっているんですが、これもですね、高々70キロぐらいだとは思います。そんなに距離は長くありません。あとは久留米南福岡、これらはもう40キロ50キロぐらいの世界ですし、直方新飯塚方面も特に距離は長くはありません。そして一番下の門司港もまあ70キロぐらいということで、あんまり距離は長くないんですが、この一番上ご覧ください。特急ソニック81号大分行き23時25分発。大分ってね、これですよ。おかしいですよね。23時台にまさかの、それも23時半に博多から大分まで行くんかって話でして、すごいですよね。これが大分まで約200キロ走るこの深夜の列車になっています。ソニックって一応日中も走っていて、最速のソニックでだいたい2時間で大分と博多間を走破します。そう考えると、先ほど高崎方面の最終列車1時14分なんて話をしましたが、ここから2時間って話をしたらあれって話になりますよね。さあ、そんな終電夜中の特急の世界でございます。はい、じゃあね、早速この改札口の中から入っていきまして、これ定期なのかな、臨時なのかな、なんていうのも含めて皆さんにお話をしてみたいと思います。ということで、博多駅の中に入ってまいりまして、こちらが今回乗車をしていく特急ソニック81号の大分行きです。停車駅見ていただきますと、めちゃくちゃ多いですよね。あと日本語になったり英語になったり、なかなか分かりにくいんですが、特に小倉丸の停車駅が多く、福間、赤間、織尾、黒崎、八幡も止まって、戸畑、小倉と停車をし、さらに小倉から先も行橋、宇野島といった具合に様々な駅に停車をしていきます。最速タスのソニックはここ博多を出ると、織尾、黒崎、小倉、行橋、中津、別府、終点、大分ですので、停車駅はね、3倍ぐらいあるっていうのが今回の列車になっています。なので、それはつまりですね、2時間の列車よりも3倍かかるわけではないんですけど、停車駅が長いんで、つまりは2時間ではとてもじゃないけど着くことはできないことが容易に予想できるということになっています。まあ、もちろんね、この列車の存在意義っていうのはあるんですけどね。ちなみにこの時刻表の方を確認していただきますと、こちらの博多から大分方面の特急列車は23時おおって見ると実はなくって、最後がきらめきの門司港行き、門司港行きになっていて、22時6分が大分への普段の最終列車59号、のぞみと同じ名前してるのがちょっと面白いんですけども、その後にはもう3桁台ってことで、大分まではとてもじゃないけど遅いから行けないよって感じで中津行きで打ち止まってるんですが、今日はそれから、つまり
終電が1時間と15分ほど、いや20分か、1時間19分か延長されているっていうとんでもない列車になっているわけです。いやまさかね、大分ってね、せめて小倉とかならわかるんですが、大分まで走るってやばいですよね。はい、じゃあ早速ソニックは2番線から出るそうなので2番線に上がっていきたいと思います。ということでホーム上に上がってまいりました。2番線列車特急ソニック81号大分行きです。改めて終電が1時間と19分延長されていて、なおかつ臨時列車だよっていうのと、あとこれ分かりますか、指定席が1から5号車っていう風に出てたの分かりますでしょうか。そう、臨時列車ならではで、なんとですね、指定席が多いんですよ。で、7両編成なんで、まあ列車についてはなんとなく想像つくのかなってところだと思うんですけども、明らかにね、普段とおかしい特急列車になっています。そしてこんな感じでホームですけれども、まあ、結構ね人がね乗ってるかっていうと全然まあそんなことはなくって、まあ、せっかくね臨時で1時間19分終電を延長しているんですが、まあ、そんなに混雑はしてないんですよね。ただまあこれはあくまでね、あの自由指定席側となっていまして、自由席側ねまた話が別でして、わかりますかね、今回の列車っていうのは自由席が2両しか設定をされていないんですけれども、ちょうど奥側の方、後ろ側2両分が自由席なんですが、結構ねこれがね並んでるんですよね。ということでですね、意外とね自由席需要があるんだなっていうのがわかるかと思います。普段のねソニックでしたら、だいたい1号車2号車が指定席で、3号車が途中小倉から指定席みたいな感じになってるんですが、まあ、全然様子が違いますよね。ただやってきた列車をご覧いただきますと、青い特急883系のソニックということで、まあ別にねなんかおかしいわけではないんですよね。ただこの列車実はね見ていただきますと、後ろ側4号車と5号車に883系なんですけれども、白いソニックのような車両がついているっていう、ちょっと珍しい車両になっていまして、この号車4号車と5号車で使われます。つまり指定席になることが基本はありません。ですけれども今日この列車につきましては、途中の号車まだねこれ回送になっちゃってるんであれなんですけれども、5号車がねこれ指定席になってるんで、普段決して見ることができない特急ソニックのこのね4号車5号車の追加車両がグリーン車じゃないですね、指定席になるっていう超珍しい列車になっています。なのでこんな感じですね、5号車のところに指定席マークが入ってるということで、いやいやこれもねぜひちょっと皆さんにご紹介したかったポイントになっています。そしてこんな感じですね、人がねいっぱいね乗ってらっしゃいますよね。奥側2両しか自由席がありませんので、その分めちゃくちゃ混むよねっていう話になっているわけです。いやこんな感じで、ね、今ね幕回しが行われているんですけれども、スガメとか出てくるのが面白いですよね。いやこんな感じになるんですね。熊本にこの車両行くのかって話ですけどね。うわ西鹿児島ですよ。おお八代とかも出ますね。でソニックの宮崎ではないかな、宮崎空港でもないかな、山木ヶ浦とも出てくるんですね。もう面白いな、という感じで全然ゴールしないんですけども、中津が出てきて、博多が出てきて、そして大分という感じになるわけなんですが、まあ、いろんなのが、ね、入っているということですよね。はい、ということでね、この列車6号車が自由席になっているわけなんですけれども、臨時の特急列車のソニック号ということです。今日ね改めましてお顔の方をやってきたわけなんですけれども、7両編成のうち2両だけがね自由席っていう感じになっていまして、せっかくなんでねこのね自由席の様子見てみたいと思います。まあ、普段に比べてねやっぱりねこんだけね指定席というかが増えてるってのは面白いんですけど、まあ、でもね結局見ていただきますと、意外とね座席が窓側 A 側も D 側もどちらも選べるぐらいになってるんで、まあそんなにめちゃくちゃ需要があるかっていうとそうではないみたいですね。ただ6号車の方ね、真ん中の方に行けば行くほどちょっと混んでるかなっていう感じになっています。あでも結構混んでますね。まあ、これが大分に着く頃にはどうなるのかっていうのはちょっと気になりますけど、あまだまだ乗ってきますね。ということで結構自由席需要はあるんですね。でこっから先が指定席に一気に変わっていくっていう感じなんですけれども、まあガラガラですよ。これがね全然乗ってないんですよね。
すごいガラガラですよね。こんなにガラガラなるのかってぐらいガラガラなんですけれども、こんな感じになっていて、これですね、方向幕が登場したわけなんですけれども、特急ソニック5号車でしてっていう、まあ、普段ね絶対見ることができない表記になっています。いやこれ珍しいっすよ本当に。うん、特にね今日ねこの車両が来るかどうかちょっと期待していたんですけれども、かなりね珍しい確率を引くことができました。なのでねこのね車両、ただね実はねやっぱりねもともと指定席の号車の方が中のサービスがいいので、今回はねこちらの方には乗車はしません。あったら乗れよって言われてしまうかもしれませんけれども、すいません、だいぶね1日動きすぎてですね充電がやばくなってきましたので、それについてはまた後ほどご紹介したいと思うんですけども、こんな感じでね5号車と4号車が指定席になってるよっていうのと、まあ、ここから先もね普通の列車の号車になっています。で3号車っていうのが基本的には博多出発時点ではあんまりね指定席になってることはないんですけど、もちろんねこの3号車っていうのも博多駅出発の時点からの指定席扱いになっています。こんな感じですね、ソニック大分指定席という感じになっています。はい、であとはですね2号車とグリーン車ですけれども、やっぱりガラガラですよね。じゃ まあなんでねこんなのが運転されてたなって話なんですけれども、まあ、簡単な話をしますと、福岡のですねヤフオクドームで今日はイベントが行われました。イベントが行われて、そのね帰りのための運行となっています。以前はね実はソニックだけではなくって、特急カモメ長崎行きの終電の延長なんていうのも行っていたんですけれども、現在はねそういったのはね運行はしていません。というのも新幹線になっちゃったんで、新幹線になるとですねなんて言ったらいいんでしょうか、列車の方がですね本数が少ないというか、ルールがね24時までにね運転を終了してくれってことになりますので、実はね佐賀からの笠崎とかで、ね、時々ね延終電延長なんていうのは行ったりはするんですけれども、一応ね特急列車のカモメじゃないんですけれども新幹線の方は延長はできないよって感じになっています。まあそんなわけでね結構ねガラガラっていう感じにはなっているんですけれども、で今回はこちらの列車に乗車をしまして、そのままですね終点の大分まで移動をしてみたいと思います。果たして大分到着時にはね何時になっているんでしょうかね。はい、ということで23時25分特急ソニック81号大分行きはこちらの博多駅を出発していきます。いよいよね深夜特急の旅のスタートです。今回ね僕はあえて今4号車にいるんですけども、このね音がたまらなくいいんで、毎回ねついね4号車にいたくなっちゃうわけです。じゃあね23時25分列車出発です。ということでね、特徴的な車内放送、やたらに自由席が少ないと指定席が多いっていう放送を聞いていただきまして、さらには独特な列車の走行音を聞いていただきまして、深夜のソニックの旅がスタートしていきます。こんな感じでね、885系要素と883系要素両方ともくっついていますので、車内もねこんな感じで両方ついてて、こんな感じで、なんて言ったんでしょうか、こう、フリースペースもついてるんですけども、ゴツゴツした部分もついてるよっていうのが面白い部分になっているわけです。まあ、このね、S のマークで4号車指定っていうのがね、やっぱり面白いっすよね。では早速普段では決して見ることができない4号車、5号車の指定席側から見ていきたいと思います。といっても、まあ、885系の車内であれば見えることは見えるんですけど、でも4と指定席の組み合わせと、後座席と指定席っていうのが珍しい組み合わせになっています。座席は885系のようになっていて、真ん中の肘掛け部分だけは革になってるんですが、座面とかは全部モケットになっています。
で背面テーブルはついていないタイプになっていて、上側に蓋がつく形で荷物を入れることができるよっていう、そんな車内になっています。めちゃくちゃガラガラではあるんですけどね。で、まあ、この車両ですけれども、もちろん振り子車両になっていて、あとはこんな感じで左に883ってわざわざ付けられているのが特徴になっています。ですけど883系っぽさはほとんどなくって、あとは普段ここは自由席で使われているのでコンセントは一切ついていません。普通に指定席で、まあ、使われている号車っていうのはコンセントはついてるんですが、普段は自由席で使われている車両につきましてはコンセントは一切ついていませんので、そういう意味では今日のこの4号車と5号車っていうのは、まあ、乗り得ではなく、ある意味で言えば乗り損の指定席になってしまっているわけです。まあ、こんな感じで中とかにも指定席マークとかっていうのは一切はついていませんので、まあ、必ずこの車両が自由席とか必ずこの車両が指定席って決まってるわけではないんですけどね。でこんな感じで中に入ってくると、ここから先が883系なんですが、やっぱこう屋根の高さとかが違っていて、明らかにね車両が古いっていうのが分かりますよね。さっきの885系部分は2008年にできていて、この車両は1993年の車両なんで、かなり差があるのが分かるかと思います。で車内ですけれども、こんな感じで結構ね暗めなシックになっていて、この背もたれの部分がやっぱり特徴的で、なんかまるでミッキーさんみたいな、そんな雰囲気になっています。ただデビュー当時はもっと激しい色をしていて、それがね現在はリニューアルで落ち着いたよっていう雰囲気になっているわけです。でこれで指定席の車両に来ると、こんな感じでコンセントがついていますので、窓側だけにはなっているんですが、コンセントを使いながら移動することができます。なので逆に3号車は普段小倉と博多間では自由席になるんですが、逆に自由席で乗り得自由席になっているのがこの3号車になっているわけです。まあこんな感じですね。車内に入ってきまして、やっぱりここもガラガラだなって言いながら、列車は香椎駅を通過していくんですが、次は福間っていう感じで LED の方もしっかりと対応をしています。昔はこの足元にフットレストついていたんですが、最近は多分足元の広さ重視ってことでフットレストはなくなっております。あとは背面テーブルがついているのと、あとはリクライニングはまあ申し分程度ぐらいな倒れ方になっています。まあ、あの振り子式の車両なんですけども、ホールド感がめっちゃあるかって言われるとそういうわけではありません。まあ、これについては先ほど883系の部分の車内とあんまり大きく変わりはないような気がします。あとはそうですね、さっきもお話ししたんですが、この列車は振り子式の車両になっているので、結構ですね右へ左へと車両が回転というかね、まあ、傾きながらカーブでも速く走れるようになっています。ですけれども、この列車は非常に余裕のあるダイヤが組まれていますので、最高速度は130キロになっているんですが、こんな感じで100キロぐらいと、まあそんなにソニックの車両の本領発揮をしているわけではありません。まあこれはね、終点の大分に着いた時に何時間ぐらいで行ったんだよっていう、そんな話ができればと思うんですけれども、実はこの883系じゃない車両でも代用できるぐらいゆったりとした走り方になっています。まあ以前運転されたそんな列車も実は動画にありますので、よかったらそちらもご覧ください。さて列車は博多を出まして、最初の停車駅福間駅に23時39分に到着をしました。まだここでは反対側博多方面の列車も存在していますので、まあ、行き違いではないんですけれども、反対側の車両も見ることができております。また、まあ、今回の車両ですね、やっぱりコンサートの車両という風になっているんですが、やっぱそんなにね混んでなかったってことで、ただ実際はその前のソニック59号、ソニックの終電はなんとねグリーン車も含めて満席だったんですって。で列車ですけれども、福間駅出た後で全然ね速度を出さないようになってしまって、時速25キロになってしまいました。まあ、これ前の列車の影響かなという、まあ臨時列車ですからね、思うんですけれども、トニックらしくはないですよね。なかなかゆったりとした走行をしています。そして列車は福間駅に続き赤間駅に到着となりました。まだ日付が変わっていない23時47分赤間駅到着です。さっきゆったり走っていたんで、普通列車でもこれ抜くのかなっていう風にちょっと思ったんですが、進行方向右手側見ると普通にもう多分パンタグラフを下ろして明日の営業の準備をしている車両だったんで、そういうわけではないみたいですね。そしてここへ来てようやくじゃないんですが、博多方面の列車は終了しましたっていう風に出ていまして、この先はある意味で言えば片道切符になるわけですね。なのでまあ寝ているというか、博多にはもう戻れなくなっちゃったんだよみたいな、そんな場所まで来たよってことになるわけです。そしてちょうど時刻が0時を過ぎて、ここから先がいわゆる夜行特急みたいな時間帯に入ってくるわけなんですけれど、列車はですね先ほど赤間駅を出て速度127キロって感じで最高速度の速度を出すようになりました。130キロが最高速度になるわけなんですが、でもね、なんか前の列車の影響なのかなっていうふうに考えたんですが、まあ、そういうわけでもないみたいで、かなり列車でも速度を出すようになりまして、
まあ、なんて言ったらでしょうね、ソニックらしい走りをここから先見せてくれるようです。はい、そういうわけで全てのソニックも停車をする折尾駅23時59分着なんですけれども、先ほど時計で皆さんにご紹介しましたように3分ぐらい遅れての折尾到着となりました。やっぱりそう思うとさっきの25キロの運転は何か余裕があったからなんでしょうかね。特に説明はなかったんですけれども折尾到着となりまして、ここでもいくつかのお客様が降りられていく様子を見ることができました。ただ逆にこの列車に乗ってこられる方はあんまりおらずに、この後の多分門司港行きに乗られるのではないかなということで、普通列車の需要が高いのと、まあ、臨時だからよっしゃ今日はもう臨時でゆったりしてやろうっていう方はあまりいなかったです。はい、0時ちょうど4分かなというわけで4分ぐらい遅れが出てしまったわけなんですけれども、折尾駅を発車をして、そのまま遅れを引きずって黒崎駅にも到着となりました。ちょうど右手側、まだこれ博多方面の列車が走っていったということで、こう終電がこうなんて言ったらいいんでしょうかね、ところどころみたいな感じで走っていたり走ってなかったりになるので、もうここ黒崎は北九州地区になりますから、北九州地区になるとまだちょっと博多までは行かないまでも終電がいるんだよということで、若干また元に戻れるというかバックできるようなそんな場所になっています。そしてソニックは続いて八幡駅に到着をします。この八幡駅、青いソニック基本は停車をしません。八幡駅、そもそもソニックが停車をすることがほとんどないんですけれども、止まったとしても白いソニックしか停車をしないので、大分駅のソニックが停車をする、それも青いソニックが停車をするっていうのがめちゃくちゃ珍しくなっております。まあ、この段階で遅れもだいぶ回復をして、といっても2分ぐらい回復して八幡に到着。まあ、この八幡駅にやっぱり停車をするっていうのもコンサートの需要で北九州地区に帰るためのお客様を拾いたいんだよっていう、そんな意思が見え隠れするように思います。そして続きまして列車は戸畑駅にやってきました。時刻が0時14分、さっきは2分遅れまで縮めましたが、再び遅れがちょっと増えまして、戸畑駅0時14分着です。まあ、日付変わってもすごく細かく停車をしまして、八幡からわずか4分での到着となりました。といった具合に今日は自由席が少なくなっているので、2台という言い方はかなり独特ではありながらも、自由席が少ないので少ない旨の案内を各停車駅でしていました。さて列車は西小倉を通過し、さらに川を通過していきますと、いよいよ北九州の大都会小倉駅に到着となります。この小倉から先門司港まではまだ特急列車、この後最終のリレーかもめ64号があります。なので、まあ、ぶっちゃけて言えばこの列車が最終列車ではありません。まあ、それでも十分すごいんですけれども、ただこの列車はこの後小倉駅で進行方向を入れ替えて日豊本線へと走っていくわけです。なので、まあ、ある意味で言えば途中小倉駅までは単純に特急が1本増えたねみたいな、そんな感覚で使われている方も多いと思うんですが、この先がですね本領発揮といいますか、今日のために追加された特急列車のいよいよ日豊線区間に入っていくということになるわけですね。はい、というわけで小倉駅到着をしましたので、少しね小倉駅の様子を見ていきたいわけなんですが、今回先ほどね4号車の方はあまり登場しなかったんですけれども、4号車の方も指定っていう風に書かれています。でなんとこれがまた驚きなんですけれども、小倉駅、まあ、出発が0時19分と2分間止まって進行方向を変えるための準備を行うわけなんですけれども、小倉駅ではなんとのぞみ、東海道新幹線、そして山陽新幹線の九州方面最終列車のぞみ59号の接続を受けています。すごいですよね。あの普段は運転されない列車なんですけれども、新幹線から接続をされるってことになりますので、今日に限っては東京、大阪等々といった場所からの大分に行くことができる終電というのも延長をしています。まあ正確に言うと東京ですと東京出発59号よりも飛行機の方が大分に早く到着をしちゃうんですけれども、名古屋や大阪ですと大分に向かうための、まあ、終電としては延長の意義を十分に、まあ、発揮をしているっていう感じになっています。というわけで小倉駅、やはりかなり多くの方がこの列車から降りられていったわけなんですけれども、さっきまで遅れは順調に回復はしていたんですが、本来0時17分に小倉駅出発の予定がここでは5分遅れとなってしまいまして、0時22分に小倉駅を発車となりました。この
この時間からでもまだ100キロ以上の旅路があるんですが、大分まで行けるってなかなかすごいんですけれども、いよいよここから先の移動となります。で、車内ですね、やはり人があんまり乗っていないということですので、ここでは座席の回転がマストとなります。まあ、一時期感染症下ではなかなか座席の回転は推奨されなかったんですけれども、このソニックではそんな状態下においても小倉からまだ1時間ぐらいの旅路になりますので、基本的に座席を回転してくださいっていう風に車掌さんからもアナウンスされますし、自動放送でも座席下のペダルを回してねっていう風にアナウンスが流れます。まあそんなね、なかなか回転、まあ、例えば他ですと日高岐阜駅から先の、ね、進行方向が変わったり、新幹線小町号が大曲がりで進行方向変わったりするんですが、そういった時は座席の回転、まあ、あまり推奨はされないというか回転はしないことがデフォルトになっているんですけれども、今回のソニックはまだまだ先がお互い博多方面も小倉方面も長いところなんで、必ず回転をするっていう感じになっています。なのでね、座席の方も回転をさせていただきまして、日豊本線西小倉を出まして、ちょうど右手側橋井線で使われている車両がなぜか小倉にいておかしいぞってなるような場所、これが小倉の車両センターとなっています。 JR 九州の車両が、まあ、定期的に今必ずいつかは来るような、そんな場大事な場所になっているのが小倉の車庫なんですけれども、実は日豊本線上にあります。ですので小倉駅、まあ、今回ソニックは基本僕は A 側がおすすめなんですけれども、小倉駅付近では D 側の景色が結構良かったりします。そして列車ですけれども、日豊本線に入りまして結構速度を上げます。こっから先がですね、まあ、振り子式車両の本領発揮みたいな感じでかなり揺れます。なので、まあ、なんか電車がね苦手な方というか、鉄道で乗り物を用意されちゃうっていう方も正直ソニックだと結構います。まあ、同じような列車でも特急南部高知方面に走っていく列車ですとあんまり揺れなかったり振り子なんですけれどもするんですが、ソニックの日豊本線区間はとにかく揺れます。120キロぐらいで速度走っているので、遅れを取り戻そうとしているんだなっていうのがわかるわけなんですけれども、これ結構揺れますよね。はい、まあそんな話をしていましたら、列車ですけれども行橋にやってきました。進行方向右手側ではもう列車がお休みをしていまして、行橋駅もこれも終電より後の列車になっていますから、この列車のためだけに今日は営業時間延長しているよってことになるわけなんですけれども、行橋に到着です。そして行橋を出ると続いて宇野島に到着となります。宇野島等停車をするのはソニックの中でも遅いタイプで、今日はここから先は遅いタイプソニックの停車駅を踏襲しているんですが、この辺になってくると本当に先ほど行橋駅も終電が延長って話をしたんですけれども、この駅もですねよく見ていただきますと、駅こそまだ明るいものの、右手側改札口分かりますでしょうか、まだここは自動改札機入っている場所にはなっているんですが、もう駅の方がいらっしゃらないということで無人駅状態になっています。右側ちょうどあそこが駅の窓口になっているんですが、まあね、最後の乗務というかお仕事がどうなるのかっていうのはちょっと分かんないところではあるんですが、やっぱりまあ終電らしさがある光景ではありますよね。というか終電延長の光景になりますね。0時49分発なんですけれども、もう宇野島の時点で時刻が元に戻っておりました。そして列車ですけれども、0時54分に中津駅、大分県に入りまして中津駅にやってきました。この中津駅ではソニック200番台というのが大分からもそして博多からも最終のソニックとして走ってくるような場所になっています。なのでそれぞれソニックが2本とも朝の列車に運用されますので、ホームでお休みしているのを見ることができます。というわけでこの列車も含めてなんと3本のソニック、白いソニック1本、青いソニック2本が中津に停車をしているっていう、ちょっと面白いですよね。なかなかこれまた不思議な状態になっているんですけれども、これも終電ならではというか終電延長ならではの光景となっています。中津駅では結構降りる方もいらっしゃいました。でまあ、この列車ですごく面白かったのが、降りられますかみたいな感じで車掌さんが結構聞かれているのがすごく不思議でした。まあ、終電というか、まあ、終電も終電いいとこ終電の延長になるので、まあ、なかなか独特な運用なのかなっていうか、特急列車らしくはないですよね。はい、ということで大分県の中津駅出発をしまして、ここから先は、まあ、大分県の中の走行に入っていきます。そして列車は1時を超えていきました。まだまだ1時でも終着には到着をしないわけなんですけれども、1時台でも130キロ最高速度で爆走をしています。いや、これはとにかく早いんですよ。ちなみに在来線特急の終電なんですけれども、一応ですね金沢方面に走っていく特急白鷺号が一応日本で一番遅い在来線特急になっています。で、まあ、その在来線特急ですけれども、それでも1時台には入ってきません。
0時40分ぐらいに終着の金沢駅に到着をするっていう感じになっているんですが、まあ、この時間から先はですね、本当の意味での在来線特急、もちろんサンライズは別ではありますけれども、まあ、お昼間を走っているっていう扱いの特急としては終電としての走りになってきます。まあ、そんなわけでこれ見てください。ついに表示もおかしくなっちゃって、丸と WEB ですよね、多分どこどこに到着するって表示だと思うんですけれども、変な表示になってしまいました。はい、まあそんな話をしながら列車は柳ヶ浦駅に1時を超えて1時5分に到着となりました。柳ヶ浦駅も左側見ていただきますと、このように駅もう 駅員さんはいらっしゃいません。でも手前側にお客さんが何人かいらっしゃいまして、すごい若い方々だったんですけれども、この方々は多分あれですよね、終電延長して、いやよかったよかったと、今日は柳ヶ浦でちょっとゆっくりできるねみたいな感じだと思うんですけれども、まあ本当にね、この柳ヶ浦では基準に考えると終電23時50分なので、単純に言っても1時間と15分ゆっくりできますから、それはもう本当にありがたいっちゃありがたいですよね。そしてそれに続きまして赤色、やはりここももう駅は明るいけど駅員さんはいらっしゃらない駅、宇佐駅にやってまいりました。宇佐駅も到着も1時11分となっています。奥側見ると USA、 まるでアメリカの国旗みたいなイメージをした宇佐のね、宇佐神宮だったかなのイメージをしたような駅マークが入っているんですけれども、まだまだこの列車進んでいきます。ちなみに今この辺で乗ってらっしゃる方々はこの号車で僕を含めて 1,2,3,4,5 名となっておりました。そしてそれに続きまして列車は木月に到着です。時刻が1時26分となりました。というわけでこの段階で七甲台行きの東武野田線の最終列車七甲台行きを越えていますし、 JR 東日本の、どこでしたっけ、高崎行き1時14分も越えています。ですからお昼間列車としてはこの列車もうすでにね最終列車ということで、今柳ヶ浦は結構降りて行かれる方いらっしゃったわけなんですけれども、この先はサンライズを除いてお客様を乗せている列車としては最後の列車となっていくわけです。そして木月を出ていきますと、進行方向左手側、景色が分かりませんかね、奥側に綺麗なちょこっとライトがポコポコと見えるようになるわけなんですけれども、別府駅の手前だいたい5分ぐらいで進行方向左手側は別府湾が見えるようになります。これがめちゃめちゃ綺麗な景色で、この先西大分駅手前ぐらいまでずっと別府市内の夜景も含めて見ることができるような最高の夜景となります。まあ、今日は深夜なのでなかなか見えないっちゃ見えないんですが、それでも肉眼ではこう海がねパッと結構見えたりもしますので、これがちょうど別府湾ロイヤルホテルじゃなくて、今は確か名前が変わって、大和ロイヤルホテルだとか大和ホテルだとかなんかに変わったんですけども、まあ、そんなホテルが見えてくるといよいよ別府だなっていう風に毎回感じるわけなんですが、この先は大分の綺麗な夜景の景色が進んでいきます。一応進行方向の右手側ですと、今度は別府の付近ですと奥側、ちょうど今の、ね、道がですね奥に行くと地獄巡りができるような場所っていう、まあ、観光地があったり、僕は神奈川温泉っていう別府の結構有名な温泉地、温泉がこう煙がバーっとね結構時間によると見えたりするんですけれども、硫黄の匂い、フランシュ、卵のような匂いがするような別府の街を見ることができます。またこれもなかなかちょっと見るのがね難しいんですけど、奥の方を見ると鶴見岳って言われる、まあ、山があって、そこへのロープウェイがあるんですが、ロープウェイのライトが緑色でポツポツとしています。これも肉眼でちょっとね僕は1個が2個見えているんですが、結構大分の夜景としてはなんかこう物寂しい気分にはなるんですけれども、緑色のライトって結構綺麗なので、よかったら鶴見岳っていう景色右手側で見てみるのもおすすめです。はい、ということで別府駅1時41分、すごい遅い時間に別府駅に到着をしました。ちょっと別府駅がドアを開いた後と別府駅の様子少し見ていただきたいと思います。といった具合にこの駅では自動放送をちゃんと流れるようになっていまして、結構10人ぐらいの方かな降りられていたんですが、1時42分の大分駅の表示っていうのもすごいんですが、別府のあの独特なアナウンスもこの列車に合わせてしっかりと放送をしてくれていました。いやこれびっくりしました。この時間帯でこれに対応するのかっていう感じでしたね。でまあ反対側の博多方面の方ももう暗くていいはずなんですが、今日は綺麗にライトとして点灯をしていたよっていう感じになっています。
さあということで左側別府タワーがあって見えるかなと思ったんですがあんまり見えなかったので、まあ、そこについてはスキップするんですけれども、いよいよ別府を出ますと次は終点の大分です。ちょっとこれを見てみてください。車内の LED の表示なんですが、次の停車駅は終点大分っていう風に出るんですが、この後時刻です。終点大分には1時52分に着きますというのがちゃんと対応しているということで、車内にねこれソニックのお昼の特急に1時52分、すごいですよね。ちゃんと別府駅の対応にも驚いたんですが、こんな感じで時刻を表示してくれるっていうのがとってもびっくりです。さあそして列車ですけれども、途中の別府を出まして、ここから先がね僕がまあ日本で本当にこう5本の指に入るぐらい好きな景色の一つなんですけれども、別府湾を綺麗に見ることができるような区間になっています。進行方向右奥では大分の夜景と、左側では別府の夜景とって話をしたいんですが、なかなかうまく映らないですかね。まあでもこんな感じで結構ねライトがついているっていうとピントが合わないのがちょっと悲しいんですけれども、見えるような感じになっていて、途中では海卵っていう水族館だったりっていうのを見ながら、ここから先だいたいそうですね5、6分ぐらいは結構綺麗な景色を見ることができますので、ぜひ、まあ、それも理由なんですけれども、一方本線に乗られる場合は進行方向左手側 AB の A 席をおすすめします。特にその中でも博多から大分に向かう方がおすすめです。逆向きは結構トンネルがありますので、大分方面の方が綺麗に景色を見ることができたりします。そして列車ですけれども、西大分の手前側でマンションが見えてきますと、ここから先は大分の市街地に入ってきまして、最後のアナウンスが流れてきます。 JR 九州をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく終点大分です。皆様の方のご利用をお待ちしております。こういった具合に車内放送、いつもであれば放置線や旧大本線といったアナウンスが流れますが、もう終電ですので乗り換え案内というのは一切流さないような放送になっていまして、もうこれで放送終了、大分到着っていう感じになります。はい、ということで大分駅は高架駅になっていますので、高架に上がってきまして、長かったというか深夜遅かった旅、いよいよ終点の大分に1時52分に到着となります。まあそういうわけですので、博多駅からは2時間と、27分かな、2時間と27分かけての到着となりました。最速2時間の2時間3分かなに比べますと25分も遅いので、そりゃまあ遅いよねってことで、この区間を走る日輪シーガイアも走れるようなダイヤとなっていました。まあ、つまり振り子式がなくても大丈夫なダイヤとなっていました。まあ、でもところどころ130キロで走っていたので、存分にソニックらしさも体験することができたのではないかなと思います。反対側は早朝のソニック号も停車をしている、そんな様子も見ることができたんですけれども、いよいよ大分駅到着、ホームに出てきますとやっぱり結構多くの方がこの列車に乗られていまして、とはいっても、まあ、自由席が中心ではありましたが、まあ、こんな感じで、まあ、走っていてよかったねっていうことで、終点の大分駅もう表示は何もなくなっています。この時間帯のホームにいられるのもすごいですよね。いや大分駅もねこんな時間までは基本営業はしませんからね。ただまあ昔は大分駅もドリーム日輪っていうのがあって、深夜夜ホームにずっと停車をしたりもしていたので、まあ、その頃から比べると営業時間短くなっちゃったねっていう風に言わざるは得ないんですが、反対側の列車は大分駅で方向幕そのままになっていたんですが、今回の車両はまあすでにじゃないんですけれども、大分から回送っていう風に方向幕が切り替わっておりました。しかしまあこの大分駅も真っ暗けですごいですよね。反対側たくさんのホームが用意されていて、今回まあやってきたホームでは基本的に反対のホームが暗いよって駅はなかったんですが、大分駅はまあ節電志向じゃないんですけども、暗闇に浮かぶ815系っていうのを見ることができて、なかなかなんかすごいなっていう感じで、あくまでソニックがいるよっていう場所以外は全部が真っ暗けになっていました。この後この列車はどうやら回送列車になるそうでして、このまま大分駅から大分の車両センターに走っていくようになっているみたいです。まあ、完全なあのこの列車終電になっているというか、臨時列車の追加列車になっていますから、この後の運用っていうのは多分ないんじゃないかなというふうに思います。まあ、じゃあねこれでもう終電の列車は到着をしたよっていう感じになりますので、大分駅の外の様子等々も見に行きたいと思います。1時6分日付も変わった時間にこのホームソニック、まだドアが開いているのがすごいんですけれども、いや大分駅ね無事に到着をすることができました。下の方に降りてまいりますと、下はさすがに真っ暗けにはなってはいませんでした。ただ列車はすべて表示が消えていまして真っ暗けです。
宮崎方面、湯布院方面、そして阿蘇方面も全部保養所は消えています。ただ改札口は全部電気がまだついていまして、一部しか営業していないっていう感じにはなっていなかったのが少し印象的になっていました。ここでちょっと記念に切符をもらいまして、外の方に出てきますと時刻はもう2時目前ですね。表示もいつも列車の表示が出ていますが、手前側の表示のディスプレイっていうのも全部消えております。で、あとはですね、こんな感じで駅の中なんですが、今日は終電に合わせて駅の中の自由通路がなんと使えるようになっていました。2つの出口を結ぶための通路なんですけれども、ここを歩いている方っていうのも数人いらっしゃって、おお、意外と使うんだっていう感じになっていましたね。一応最終列車は23時30分に大分を出発するようになっています。この後5時12分のソニック2号がソニックの始発列車になっているので、もう3時間経ったら朝の列車がスタートするよってことで、まあ、随分と遅くなって運転してくれたんだなっていうのがわかるかと思います。駅の中の自動券売機は全部電源が落とされていました。ただ駅の中の奥側のお土産を売ってる場所とかっていうのはライトがまだちょこっとついていたりしましたので、まあ、なんかね、営業してるのかなみたいな、そんな雰囲気になっていました。ただこの終電が到着をして、多分2時かなお目安に暗くするんだと思うんですけれども、徐々にこうライトが暗くなっていく様子なんていうのも見ることができました。警備員さんがいらっしゃいまして、出てってねみたいな感じでお話をされていましたので、まあ、このまま外の方に行きたいんですが、なかなかこんな時間にねここ歩くこともないですよね。ということで大分駅の外までやってきました。大分駅深夜2時でございます。いやもう本当に夜行特急さながらでしたね。でも大分まで乗ってる方も結構いらっしゃいまして、実は同じような動画を以前特急日輪でお紹介したことがありまして、まあ、その時のね少しリメイクになっていて、車両自体は今日はソニック、前回はハイパーサルーンみたいな、そんな違いがありました。まあ、なんですけれどもですね、まあ、今回はスノーマンというまあコンサートがありまして、それがヤフードーム、ペイペイドームで行われましたので、それに合わせた臨時列車ってことでこの大分までの夜行特急が誕生をしました。大分到着が1時51分、まあ、こんな遅い時間までですね特急列車を走らせるっていうことがあるね、まあ、JR 九州がやっぱすごいなっていう部分にはなるんですけれども、前回と違ってやっぱりね今回は多くの方が使っていたっていうのがね結構印象的となっていました。まあ、それだけではなくって停車駅、八幡駅に停車をしたりとか、あとは指定席の数が多かったりっていうのが普段とは全く違う部分になっていて、それぞれね面白いポイントになっています。まあ、カモメ号もね運転している時代かなり遅い時間までやっていましたので、それもねちょっと一回乗ってみたいなというふうには思いましたが、あれながらねそれは今となっては叶わないお話になっています。なのでまあ新幹線化したのがね本当よしあしっていうのも、この大分と長崎の違いでまた一つわかるんじゃないかなっていうのがね、今回は久々に行われた臨時特急での、まあ、一つのね出来事だったんじゃないかなっていうふうに思います。またねまあこんな感じで全国津々浦々といっても、なかなか他の場所ではね深夜特急っていうのは運転はしないんですけれども、まだね何かの機会で運転されましたら、今ね在来線特急でなかなかこんな時間までね走ることないと思うんですけれども、ぜひ一度ですねこの大分と博多間を結びます夜行特急ソニック、もしくは夜行特急日輪、乗られてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。